沖縄と関連が見たい方はここから脱出してください日本のテレビニュースこれでいいのか問題大谷翔平報道でドジャースブチギレ 皆さんこんこにちは街歩き沖縄でですす今日の動画は特別編です沖縄とは関連がないつまらない私の愚痴の動画になるので沖縄の情報を求めている方は今回の動画を飛ばしてください今日の話題は主に2つです。 テレビの報道について NHK の姿勢とドジャースの大谷翔平氏関連の話題の2点ですまず NHK の腹立たしい話から私はテレビをあまり見ませんもっぱら YouTube の中にある嫁姑のバトル話とか 家から出ないい引きこもりニートにに関すする動画を毎日のように見ていますしかしそのどちらの話題も少し飽きてきたので次は何を見ようかとさまよっている最中ですテレビは見ないといっても少しは見ます時々 NHK のニュース番組も見ています その NHK のニュース番組で腹立たしい場面があるんですニュースの最後あたりにこの音声は AI によりニュースを読み上げていますと説明が入って人工機械の AI が2分くらいのニュース原稿を読み上げるんです AI が原稿を読むのは毎回のことです 私はこの AI のニュースを聞くたびに腹が立つんです NHK 職員は高級鳥ですアナウンサーも優秀な穴が腐るほど在籍しています皆年収1000万円は軽く超えていると思うんですが彼らに仕事をさせずになんで 機械が読み上げるニュースをゴールデンの時間帯に聞かないといけないのかそこが毎回腹立たしいんですニュースはスタジオにいるお前たちが声に出して読めよと怒りたくなるんです 次に本日の主題に移りますドジャースの大谷翔平さんに関する話題です先日大谷氏に関する報道があまりにも過熱しすぎているとドジャースから日本の2つのテレビ局が出禁になりましたこの2つのテレビ局はドジャースへ今後一切の取材の禁止です その2つはフジテレビと日本テレビです出禁理由は大谷翔平さんが購入した16億円の豪邸に対してやりすぎな報道がありました購入予定の豪邸をヘリコプターから空撮しましたそして地上からは隣近所の豪邸に直撃して住民にインタビューしたそうです アメリカでは超セレブの住宅を狙い撃ちした強盗が多発していますそんな中大谷氏の新居が特定できる空撮映像をテレビで流したり豪邸の前からテレビ中継をするなどして大谷氏の自宅はここですと公開したのですその他にももろもろの問題報道があり フジテレビと日本テレビはドジャースから出禁となりましたところがこの事実を日本の地上波は完全スルーしてるんですどのテレビ局もこうしたことがあったと報道していません大谷翔平氏の大リーグでの活躍は 連日時間を割いて報道しているにかかわらず、人の命に関わるミスをしていて、それを報道しないんです。日本のニュース番組、これって、報道番組ですかね。これでは、ますますテレビは信用できません。私は、たまたま、YouTube を見るので、 こうした情報も入ってきますがテレビの地上波だけを見ている方には伝わっていない大きな問題だと思いますそうそうテレビは信用できないと申しましたが新聞も同じですどこもこの問題を報道していません日本で何が起こっているか また世界で何が起こっているかなどが知りたいときにもう日本のテレビとか新聞はダメかもしれません今日のお話はここまでですこうしたお話をする予定はなかったのですが先月から続いた長雨のせいで 私の動画の素材が足りなくなりました少しでも雨が降ると撮影はできませんまたどうせ撮影するんだらできるだけ晴れ間にしたいのでここ1か月ほどまともに撮影ができていませんでしたそれで好きな動画の編集もご無沙汰になり ついついこうした沖縄とは関連がない動画を作ってしまいました本日も最後までご視聴ありがとうございました。